どうも大輝です。今日は3月21日春です。はい、雪がまだ残っておりますけども、今日はですね、俺のバイクを掘り出したいと思います。てのがこの雪の山の奥のシャッターの長さあるんですけども、まずねバイクを出すにあたってこの雪を寄せでやんなきゃなんないんですよ。でスコップでいけっかなと思って来てみたら、1メーター以上登ってるし、なんとね死ぬほど硬いわけですよ。はい、こんなのとてもじゃないけどスコップでなんてやってらんないので、今日はちょっと秘密兵器で除雪をしてからバイクを出したいと思います。じゃあ早速やっていきます。 GO!はい、途中経過です。こうやってね、積雪が多すぎるとこの ロータリーオーガって言うんですけど、これで食っていけなくなるんですよね。だからここまで行ったらあと手で崩して、でまだ飛ばしちゃうという感じです。やっていきます。よし、はい、今年はマグナ起こします。でエンジンかかんないんで出してランクルドつないでかけてみたいと思います。今回はただ単に俺の日常をお届けしたいと思いまして撮りました。はい、つまんなくてすみません。まあこれが俺の春のルーティーンです。これからバイクシーズン、楽しんでいきたいと思います。セバマンツ。